今日はありがとうございました。源さんとの対談をさせていただいて、もう改めて源さんの凄さを、まあ、凄さというか、あの同じことをおっしゃるにしても、源さんの口から出た言葉っていうのがすごいもう重みがあるというか、重み、なんだろうな、もうすごい伝わってくるというか、なるほどなというか、こう心に響くっていうのを改めて感じさせていただきました。あとは私が今日々いろんなことをやってる時にこう心がけてることとか気をつけてることとか何か気にしてることっていうのが、その源さんからいただいたアドバイスが多いなってことで、今日改めて自分で気づいたので、もう本当に感謝しています。こういう機会を与えていただいて本当にありがとうございました。ぜひ皆さん買って読んでください。よろしくお願いします。